さて今回の動画は王子神谷一の陣形、そこはまるでおもちゃの墓場、北王子線廃線跡を歩く、天下の殿堂で出会った魅惑のガチャガチャ、以上のラインナップでお送りします。では行ってみましょう。今回は王子神谷駅からのスタートです。地下鉄南北線の駅でして、京浜東北線の赤羽駅と王子駅の中間あたりにある地域ですね。なかなか来たことある人は多くないんじゃないですかね。どうしてそういう王子神谷かというと、ちょっと前までこの近所に私が住んでいたからですね。駅の真上には王子五丁目団地というマンモス団地があります。ここはね、4月頃緊急事態宣言真っ最中にこのマンションの置き配が相次いで盗まれるという事件がありまして、全国的に報道されたところです。その王子神谷駅から200メートルぐらいのところですかね。環七と駅前の通りが交わる神谷陸橋という陸橋があります。その神谷陸橋の脇の道をこう入っていくと、本日最初の珍スポットがあるんです。ここはね、私も初めて見つけた時は度肝を抜かれましたよ。王子エリアで一番の珍景だと思います。王子エリアどころか都内全域でもかなり珍しい光景だと思いますね。はい、だいぶ近づいてきましたよ。この左のフェンスのところですよ。近づいてみると、どうですか、このおびただしい数のおもちゃ。全部おもちゃなんですよ。くくりつけてあるみたいでして、すごいですね。もうキューピーちゃんとか汚れちゃって、なんなら若干不気味ですからね。これ驚くべきことにね、巨大台風とか来てもずっとこの状態なんですよ。なんか片付けたりしないんですね。もう個人のおもちゃの陳列棚と化しています。なんかね、おもちゃがこう貼り付けにされているかのようで、夜通るとね、なかなかに不気味なんですよ、これが。おもちゃの種類にもあんまり方向性がないんですよね。ウルトラマン、ドラゴンボール、アンパンマン、恐竜フィギュア、などなど。なんかこう、軽く呪いを感じなくもない光景ですよね。まるでモズの早煮えみたいなね、絵面になってますが。ここは、王子神谷来る機会あんまないでしょうけれども、来たら一回見ておきてほしいところですね。さて続いては、冒頭紹介した王子五丁目団地の隣、駅から見ると団地を挟んで反対側に団地とは違う別の新しいマンションが建ってるんですよ。で、そのマンションにこの王子神谷のね、歴史を感じさせるものが存在しています。ちょうどこのプロムナード部分なんですよね。2本のね、線が引いてありますね。これが実はあの線路のレールが埋め込んであるんですよ。近づいてちょっと見てみますか。こういう感じ。これがレールです。で、よく見るとこの敷石のね、パターンも枕木になってるのがわかりますよね。ここにこう線路の跡を残しているっていう状態です。で、どうしてこうなってるかと言いますと、実はこのマンションのある場所がかつて北王子駅という貨物駅だったからなんですね。貨物駅だから、一般の人の情報はないので、思い出のある人はあんま多くないと思います。そういうマイナーな駅の記憶にですね、こうしてこう敷地に刻んでいるこのマンション、粋ですね。ただものではないと思いますよ。そういう事情を知らないとね、線路が書かれていることに気づかないで終わっちゃいますけど、かくいう私もね、今回動画撮影のために改めて調べ直してようやく知った事実。振り向くとこんな感じ、一直線に伸びていて、実際の線路はね、こういう角度には伸びてないんですけど、なかったんですけど、はい。で、当然貨物駅があるということは、そこに繋がっていく線路も存在したわけで、その線路跡をこう辿ってみようと思います。ほら、ここにも線路の印が残って、その先はもうリアル線路ですよ。未だにこう残ってるわけですね。街歩き好きな人にはね、こういう廃線跡って魅惑的ですよね。廃線跡だけを巡っていくようなマニアも世の中にはいるみたいですからね。王子みたいにそこそこの人口密集地で廃線跡がまだこうして残ってるっていうのは
なかなか貴重なことだと思います。結局ね、配線後の魅力っていうのはこう相番消えてなくなっちゃうっていうその運命が感じられるからなんじゃないかと思うんですよね。今見ておかないとみたいな。見えます？この草の陰に線路がちょっと覗いてる感じで、この先にもう機能していない踏切の跡が存在しています。ここですね。もう全然ね、踏切としての用はなしてないんですが、結構こう踏切の形をまんま残してるんですよね。このバイクなんかも思わず一時停止しちゃうぐらい踏切感があるわけですよ。ほら、線路がバッチリ残っていて、向かいにあるでかい建物がさっきの新しいマンションですね。すごい明瞭にね、線路が残ってますよね。私もね、最初ここを通りがかった時は、まあなんかの工事中っていうだけで、今もこう生きてる線路だと思ってました。廃線だとはね、思わなかったですね。まあおそらく何に利用するにもね、こう中途半端な幅と長さだから、宙ぶらりになってるのかなと思うんですけど。場所を変えまして、こちらは東十条駅の、これは南口ですね。あの王子神谷の駅とね、東十条の駅っていうのはまあ300メートルぐらいしか離れてなくて、全然こう歩ける距離感なんですよ。でこちらの方向が王子駅の方向ですね。ここの駅前の坂のことを地蔵坂と申しまして、まあ、実際この橋の向こう側にね、お地蔵さんがあります。これからこの地蔵坂を登った先にあるものを見に行こうとしてるわけですね。はい、電車来ました。このね、画面の奥にちょっと背高いビル見えると思いますが、あれがあの王子駅前にあるホクトピアと呼ばれるビルですね。はい、坂の上に来ました。このね、車が来てる方向にさっきの東十条駅があります。で前方の木がこんもりしてるところ、あそこにね、立派な富士塚があるんですよ。これは非常に大きくて見応えがあるものなので、もしまあ東十条なんかでね、用事があるようだったら、せっかくなんで見ておくことをお勧めします。それをちょっと紹介に行こうと思っています。ところがですよ、ある事情がありまして、急遽そのすぐ手前にある、この歩道橋を登っていこうと思います。何があったかと言いますと、この歩道橋のすぐ脇、今画面右側にちょっと木が見えてますけど、ここに富士塚があるんですよ。今もあります。が、ご覧のようにですね、工事中で入れないというまさかの展開が待ってまして、ここね、すごい立派だから紹介したかったんですけどね、登って降りてっていうんでね、なんとなんとこのタイミングで入れないというね。まあ結構古い富士塚だから、まあ嵐とかでね、崩れたりしないように補強の工事かなとは思うんですけれども、まさかこのタイミングかやと思いまして、私的には大変がっかりでございました。まあこんなこともあるということですね。そのまま富士塚から150メートルぐらい進みますと、もう東十条駅の今度北口ですね。そこにつながる、こういう短いストロークの商店街があるんですけど、ここがね、なかなかいい風情を残してまして、見てください。ほら、ファッションクリーニング屋さんがイタリアさんですよ、イタリアさん。ね、イタリアの屋は八百屋の屋。イタリアを売ってるんですかね。ここは、まあ、こういう焼き鳥屋さんがあったり、飲み屋さんが多いかな、印象としては。だいぶね、周辺も開発されつつあって、ここも時間の問題で姿を変えちゃうのかなとは思いますけど、崖っぷちにね、存在している商店街なので、結構こう、崖向こうへの見晴らしとかね、独特の光景が広がっていて、私は割と好きなストローク、短いですけどね。魅力があると思います。はい、駅への入り口が見えてきましたね。まあこの廊下みたいなところはこの先にあるエレベーターにつながるわけです。
階段を降りるとここに、まあ、駅の入り口改札があるわけですね。崖がね非常に特徴的ですよ、東十条の場所は。はい、降りてきました。東十条駅北口、先ほどこの、電車の奥の方ですね、南口から、スタートして歩いてきたと。で、反対口に出ますとですね、こういう東十条商店街という商店街がございまして、この角にあるミュージックショップダンっていうお店が、まあ、なんでも演歌歌手にとっての登竜門のごときお店らしいです。このお店でよく売れるとその曲はヒットするっていうジンクスがあるらしいんですよ。で、注目したいのはこの店前にあるガチャガチャですよ。見てください、ほら煙の出るタバコが売ってますよ。すごいですね、煙の出るタバコですよ。見たこともない、煙が出るタバコなんて世の中にあるんですね子供にそんなもの与えていいんでしょうかね。ほら、この狭いところに2個目がありますよ。きっと人気の商品なんですよ、これ。さて、いかがだったでしょうか。今回はね、ようやく梅雨空に雨の止み間が訪れまして、久しぶりの動画撮影でした。途中ちょっとね、予期せぬ、富士塚に登れない事件があって、私としては完全燃焼なんですが、まあ次回は王子の第2回目で、軍との痕跡をたどります。お楽しみに。このチャンネルは人からあまり見向きされない街の特徴にフォーカスして、独自の視点で街の魅力をお伝えしていくチャンネルです。気に入っていただけましたら高評価、それにチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。